どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこの小さいウクレレで皆さんの大好きな曲弾いて歌う弾き語りがすぐにできちゃいますよということで日々簡単レッスン動画を公開しております。今日もモリモリレッスンスタートしていきましょう。今日取り上げたい曲はこのお盆に、心を込めて声高らかに平和を祈りながら歌いたいこちらの曲ドン、サザンオールスターズホタル。この曲はですね、まあ、歌詞を読んでいただいたり、その世界観、共感していただくとわかるんですけど、まあ、まさにね、このお盆にですね、やっぱり歌いたいな、ということで、今日、取り上げたいと思います。心込めて、ここがポイントです。歌っていきましょう。さあ、本日はですね、G ラボの、ガズモデルウクレレと、シンプル簡単バージョンでは、こっちの初めてウクレレ使ってレースをしていこうと思います。初めてウクレレは、Amazon でですね、即座にゲットできますから、これ、初めてウクレレって Amazon でちょっとチェックして調べてみてください。はい、で、お知らせなんですけど、はい、イベントがあります。このイベント、無料で参加できるライブイベントです。ウクレレ持って集まってもらいたいんですけど、これどういうイベントかというと、はい、こっちの黄緑色の本、この本が8月17日にリリースなんです。でももしかしたらもう店頭とが並んでたら Amazon の方届いてる方いるかもしれません。ということでとにかくこの発このソングブック6という本の発売記念イベントを行います。はい、でこの3カ所ね、8月18日東京渋谷のタワーレコード、8月24日長野県上田のタワーレコード、9月の8日8日大阪ヤーのタワーレコードなんですけど、この3店舗、これ誰でも参加できるんですけど、この3つのタワーレコードさんで本の予約注文購入していただいた方はめっちゃいいことあります。そのイベントの時にガズがこの黄緑色の本にサインをして、その時ついでに写真も撮っちゃおうぜみたいな、サイン会参加券がゲットできるのと、長野と大阪に関してはイベントの時に前の方にあるいい席のいいエリアに入れる、ランダム抽選券というのも、ゲットできますんでですね、ぜひこの3店舗さんでこれ電話予約とか、ネットインターネット注文もできますんでね、詳細概要欄に貼っておくんでぜひよろしくお願いします。ということでこの黄緑の本が出たということなんですけど、はい、こっちもうガズレレの本いっぱい出てるんですけど、これ20万部突破というすごいことになってます。20万部といえばもうひっくり返るぐらいのねセールスなんですけど、それだけの方が音楽始めていただいて笑顔になってると思うと嬉しいです。それを記念しましてガズレレフェアただいま開催中です。フェア開催中にフェアやってるお店でガズレレ本ゲットしてくださった方には漏れなくミニノートプレゼントプラスこっちの初めてウクレレサイン入りで3名様にプレゼントというフェアをやってます。ぜひチェックしてみてください。さあそれではレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。で今回簡単バージョンで1個だけですね、ちょっとどうしてもね外せない、でも簡単ですから1個だけこのコード Em75 というコードです。これ名前はすごいけど簡単ですから押さえるの。これね F っていう入門コードあるでしょ、 F の形のまま1個1段下げるだけですから、これ簡単バージョンからちょっとこの見慣れないコード出てきますけど F が押さえられる方は絶対押さえられますからね。 Em75 シンプル簡単バージョンから、入っていきます。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはこれはつまびく感じですね。もうこのなんていうのかな、この心持ちを表現するのにぴったりなガズペジオアルペジオというそういうリズムを使ってさらにこうキラキラキラと熱量高くいけるようにやっていこうと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。それではまず皆さん音楽最初まず音楽を始めないことには始まりません。今のところでちょっとお勉強するだけでこれから自分の大好きな曲を聴くんじゃなくてやるに変えられます。素晴らしいことです。ぜひガズレレで音楽始めてください。それでは、簡単バージョンレッスン入っていきましょう。サザンオールスターズのホタル、ゆっくりとシンプル簡単バージョンやってみる。あの人同じ
風が通り過ぎていったよ。カズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。さっきも言ったけど Em75 コード簡単だったでしょ。 F の形のまま1個下に下ろす。これがね不意に出てきてびっくりするしちゃうかもしれないけど、名前に惑わされないようにしてください。いやこれはですね、もうほんとゆったりコードの数多いんですよ。今のシンプル簡単バージョンでも9個出てきてましたんでね、コードは多いんですけど、これゆっくり、ほんと心を込めてですね、天高く届ける、そういう心持ちでこれ歌うのが大事になりますんで、まあ、ゆっくり取り組んでいってください。で、構成なんですけど、一応ですね、これ歌の部分は全部やってます。感想とかエンディングのところをちょっとショートカットしてますけれども、ぜひ、このバージョンでトライしてみてください。ガズレールの、動画にはですね、歌詞とコードが出てますね。それ見ながらウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定としては、今言ったガズさんのシンプル簡単バージョンの演奏に合わせて一緒にできるようになったら素晴らしいと思います。そこまで練習してください。で、一緒にできるようになった方、おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱり難しいでしょうか。最初はやっぱ楽譜練習がいいと思うんですね。楽譜を見ながら何回も何回も練習しているうちに、いずれは覚えちゃって、大空に向かって夕日に向かって歌っていく。こういうのが素敵だなというふうに思うんですけど、楽譜練習。っていうけどガズさん、楽譜ってどこにあるんですかっていう声が聞こえてきそうです。安心してください。今の演奏はですね、このガズが手書きで書いているこのノート、この楽譜を見ながら今演奏していったんです。はい。こんな感じでございます。はい。これですね、もうちょっとしたらこんな風に画面に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、ただいまめっちゃ便利なサービス、ガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね、その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにね、ご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大
大学っていうのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとね、ハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円で、なんと、毎週2回、ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでね、リアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのとこみんなで、わーわーやってやろうということで、やってます。過去のね、レッスンとか講義も全部ね、見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガゼル大学やってます。あと、毎朝7時半から、スタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でも、いつでも、どこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと、概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは、楽譜の方を見ていきましょう。ホタル、サザンオールスターズです。楽譜見ていきますと、これ、今日珍しくこっちにコード書いてあるじゃないですか。これ、かっこいいバージョンで出てくるコードなんですね。赤く囲ってるんで。これも後で解説するんですけど、今日ね、ちょっと場所がなくなっちゃって、ほら、もうここまで楽譜になっちゃったんで、ちょっとこんなことになってるんですけど、まあ見ていきましょうと。はい。で、これイントロなんですけど、簡単バージョンは C を4つ弾いたんですけど、これ、C、C サスポーズ、C アドナイス C って、これ、かっこいいコードがいっぱい出てくるんです。かっこいいバージョンで。ということで、下にくるっと囲っていてコードが変わってるやつは、かっこいいバージョンで出てくるコード進行です。これにご注目しておいてください。なんで結構コードいろいろ変わってますよ。こういうところとかよく見るね。ワンブロックコード4つになってたりとか。そんなのがこの楽の読み方になってます。はい、こんな風に写しておくので、お時間ある方はこの通りにですね、一時停止して書いていってください。そして今紹介させてもらったガズクラブでですね、この今写ってるガズの手書きノート楽譜をデジタルデータでお手元にダウンロードしてご活用いただくのもめちゃくちゃ有効でございます。ガズのノートの特徴なんですけど、ここの言葉の上に点とかこう V がついてるじゃないですか。これでリズムがわかるんですよ。やってみましょう。せーの、愛の歌がうん、途絶えるように、心の歌が、はい、ここわかる。愛の、のから C が始まるんですよ。愛の歌がうん、途絶え、えで言いまいですよ。こんな感じで、これが休符、これ言葉の上のタイミングがこれ点ですね。これでコードが変わるという、こんなね、もうめちゃくちゃね、いい、アドバイスが入っていて、あと歌詞カードには出てこない、この伸ばすところ、こういうところって歌詞カードには出てこないですからね。あとはこのワンブロックに対する位置関係とか、ガズのノートはもうヒントが盛りだくさん。これかなりすごいいいノートなんですよ。ぜひガズクラブでこれデジタルデータでゲットしていただきたいんですけど、お時間ある方はこの通りに書いていただくとできると思いますんでね。はい、まずこれイントロから1番、2番の A メロってことでね。はい、歌がまたね、すごいんですよね、これね。はい、そしたらここ、もう1回目のサビですけど、はい。サビからこれ3番っていうかね、ここのメロディーラインがすごいんですよね、ここ。はい。ちょっとこう、かっこいいバージョンの Bm7 というコードが出てきますけど、サビからこの、まあ、3番というかね、なんともこう、不思議な構成な歌でございまして。はい。いいですか？はい。で、ここにこの F と G7 ってこれガズが作ったオリジナルの感想なんです。これで本当はね、感想が入るんですね。で、そこをショートカットして最後のサビに、行きますよというね、感じなんですね。はい。で、これが最後のサビですね。はい。で、一応歌のところだけ言うと、これフルコーラスバージョンでなっていますんで、これちょっと練習してみてください。まあでもね、コードは多いんですけど、大丈夫です。ゆっくり取り組めばいける。まずはシンプル簡単バージョンをやって、かっこいいバージョンを取り組んでいきましょう。ということで、ちょっとコードを見ていくと、ちょっとここに書いてるだけ。まずシンプル簡単バージョンでは、この9個のコードなんですね。言っていきます。C と Am と F と Dm、D7、G7、E7、Em7、A7、9個です。これガズレレ必須コードのメンバーなんで9個もあるけど安心してください。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単。でもいっぺんに10個ドーンとね、頭の中に覚えようと思うとね、なかなかごちゃごちゃになっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃわかりやすい動画を撮っております。概要欄にその動画貼っとくんで、ぜひね、ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思いますが、その前にですね、やっぱり歌ですね。愛の歌が途絶えるように、この最初のやっぱね、歌の抑揚をやっぱり大事にした方がいいかなと思って、歌い出しとかは結構優しめにというか、ボリュームを張らないっていうか、ちょっとこう語りかけるように歌ったりなんかするのが印象的だったなと思って、こう優しく歌い始めて、でサビになると涙見せるように、もうぐわっとこう全開でいく。このやっぱりこの
強弱というか抑揚というか、このドラマ性です、うねりを、歌の、ボリュームというか、ボリュームっていうか、でも感情のボリュームですよね。そういうのをですね、こううまく表現するとさらにね、曲が輝くかなと思います。はい、歌かなり聞き込んで練習していきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはね、コードがね、これからもうてんこ盛りに増えていきます。どんどんいきます。イントロで出てくるコードをご紹介です。一緒に紹介します。 C サス4 C 押さえといて2弦の1フレット、 C アドナインスっていうのは C 押さえといて3弦の2フレットです。 C から C サス4 C アドナインスから C、 こんな感じでどんどん動いていきます。 C C サス4 C アドナインス C みたいな、なんで C 押さえっぱなしですよ。はい、C サスポート C アドナイス、イントロだけでこれ出てきます。はい、じゃあ次 C メジャー7、これは簡単、1弦の2フレット1個だけですね。これはねやってください、はい、そしてね、さっき簡単バージョンでも紹介した Em75、 はい、さっきも言ったけど F の形のまま1個下ろすだけですから、これはあのシンプル簡単バージョンでもどんどん出てきたということで、これももちろん出てきますと。あと G7 サスポー、これは簡単だね。 G7 押さえといて小指で1弦の3フレット、サスポーをやって、はい、G7 に戻り、行ったり来たりして G7 サス4と G7 使っていったりします。次あと A シャープですね。これも典型的です。これとこれとこれとこれ、これ押さえづらくて有名なコードです。1フレット全部キュッと押さえてちょいちょいと、やるか、あとはこういう風にここ1弦2弦だけ押さえてこうか、どっちにしてもこれめちゃくちゃ押さえづらくて質問が多いんで、 A シャープに関しては概要欄に A シャープ濃厚解説レッスン動画貼っとくんで、なんかヒントをつかんで A シャープぜひ押さえていってください。あとね、今回ね1回だけ Bm7 というすごいコードが出てきます。どういうコードかというと、押さえる場所こことこことこことこ、つまり1本指で全部押さえるんですよ。で、俺おすすめとしては2本指で押さえるとね、ギュッと押さえられます。はい、1本指だと力がない女性の方とかね、これちょっと難しいかもしれないけど、2本指だったらもうねいけると思いますよ。これでもう1回押すの、はい、この Bm7、 これねかなりかっこいいところで出てきます。要はここガズレレのいいところの3番というところで、ね、君がいた気がするんところですね。はい、でそこのところの最後のところで E7 サスポってこうコードも出てきます。これも簡単です。入門コードの1個 E7 のこの人差し指をここに持ってくる。E7 から、E7 サス4から E7 に。E7 サス4から E7 に。こんな感じでなっております。ということで結構コードはだからすごい多いんですよね。シンプル簡単バージョンのコード9個プラスに加えて、またこっちでも 1,2,3,4,5,6,7,8 個ぐらい入ると15個とか16個とか17個とか、かなりコードは多いんですけど、1個ずつ見たら簡単。あとイントロだけしか出てこないコードとかあるんで、頭を整理して、これちょっとね、頭のね、やっぱコードね、ネームがね、コードネームパッと見ただけでゲゲッと思うけど、実際押さえるのはすごい簡単だったりするんでですね、そこら辺にちょっと惑わされないように、押さえるのはそんな難しいコードは、まあ、出てこないかなというところでございますけど、はい、やっていってください。じゃあ今日出てくるリズムはですね、これはもう本当に、つまびくリズム、こう心の琴線に響く弾き方、これでいきたいと思います。はい、アルペジオとガズペジオ、この2つのミックスの合わせ技でいこうと思いますね。この2つの弾き方はね、基本的なことは概要欄に貼ってあるウクレレできるリズムのいろいろというところの、リンク先にそれぞれの濃厚レッスン動画が、貼ってあるんで、動画で見てもらいたいんですけど、ちょっと今レクチャーしますと、 C でいくとですね、まずアルペジオやってみましょう。せーの、これがアルペジオです。でここからガズペジオに変えようと思います。いきます。はい、しか変わんない、なんかあんまり差が分かんないかもしれないんですけど、これが結構演奏の中でこの2つのリズムを合わせ技でやるといいです。でガズはどんな風に、使い分けたかというと、イントロから A メロ1番2番ってサビだけがつまりはガズペジオっていう風にしました。まあでもこれずっとアルペジオとかずっとガズペジオでもいいと思うんですけど、まあガズの場合はイントロと1番2番はアルペジオで、サビではガズペジオというようにアレンジしてみましたという風に思う。サビでやっぱちょっとボリューム上げたいから、ちょっとガズペジオの方がやっぱちょっとねボリューム感あるんですよ。3弦をずっと弾くからね、ガズペジオがね。でこれをアルペジオでやるともうちょっとこうか細いというか、こう綱渡りをするようなこうね、そういうなんかこう心持ちがアルペジオの方がより繊細な感じで表現できるかなというふうに思います。そんな感じで使い分けていきました。でなんですけど、これ問題があって、アルペジオとかガズペジオ何が問題かというと、コードをしっかり押さえてられないと、例えば A シャープとかでこうなっちゃうんですよね。
こういう風に綺麗に音出すっていうのはアルペジオとかガスペジオの、まあ、ちょっとまあ、難しいっていうか難しいポイントなんですけど、だからコードをしっかり押さえる練習にもなるっていうことは間違いないと思うんですが、ゆったり曲でアルペジオだと結構緊張感ありますからね。あとやっぱこの歌と混じった時のこのグルーブ、逆に言うとシンプルだからこそ難易度は高いかなと思います。はい、でちょっとね今日イントロちょっと解説したいと思います。見てください。 C C サス4 C アドナイス C、 これを繰り返します。やってみます。せーの、アルペジオで。ってやったんですけど、 C アドナイスの時ガゼがドーンってやったの分かりました？ C アドナイスの時って、これ C アドナイスっていうのは3弦の2フレットを C とプラスここでやるんですね。このアルペジオの時に3弦って結構音が響かないんです。だからあえてですね、ちょっと C アドナイスの時だけ親指でドローッと弾いてみたということです。やってみましょう。せーの、次ね、はい、こんな感じでやってみます。でこのまま歌に入っていきます。 I know 歌が途絶えるように、心の明かりが消えたの、はい、アルペジオでこうつまびく感じ、はい、でこのままずっといって、2番の最後、夏が来るたびあの日と同じ風が通り、ここからガスペジオワンブロックコード4つになります。過ぎていったよ、はい、G7 サス4 G7 F G7、 ここのワンブロックコード4つからガスペジオになって、ここでガスペジオ、サビではこのガスペジオで盛り上がっていこうかなと。でサビの中でもコード4つ出てきたりとかするところはもう要注意で、 A シャープがね、これがねちょっと押さえづらいんですよね。涙見せるよ、ここです。笑顔でさよなら、はい、 A シャープちょっと張り切って押さえてみてください。でその後も、また会うとや、 C メジャーセブン、約束をまた A シャープいって、ワンブロックコード4つ、 CF1 回入れて、タネさんタンタン、こんな感じです。はい、あとはもう繰り返しですね。だから演奏の解説はかなりシンプル、シンプルなだけに、だけに歌とテンポの、リズムキープと歌の、世界観とか、だからアルペジオとかガスペジオがずっと続くっていうのは、演奏は やったラッキー簡単ではないんです。逆に言うとものすごいこう繊細な表現になるんで、あらが目立つっていうか、本当にバランスよくずっとキープするのはやっぱ練習が必要になるかなと思います。なんで四つ弾きでまず歌をすごい固めてから練習していった方がいいと思いますけれど、まあまあ本当まあそういう演奏面のトータル的なことはあるにしても、やっぱこの曲のメッセージはやっぱり本当平和とかそういうことにやっぱ重きがあるんで、やっぱその曲の中身をですね、やっぱりすごくこう歌に感情を置いて、まず4つ弾きで掴んでね、その上でこうアルペジオとかに持っていくのがいいんじゃない、コードと増やしていくのもね、そんな感じでいいと思いますよ。はい、じっくり取り組んでいきましょう。それでは早速やっていきます。サザンオールスターズのホタルガズレレ流かっこいいバージョン、やってみて。1 2 3 4、約束をし
さまに己を立て、魂だけが帰り来るの。闇に飛び交う蛍に連れられ、君がいた気がする。ガズレリルかっこいいバージョンやってみました。まさに今このお盆のこの時期に平和を込めて愛を込めて天高く届けたい歌、皆さんやっていきましょう。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、学部の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときはここのね、楽譜に手で書いていくんですよ、このかっこいいバージョンのコードとかを。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さんチェックよろしくお願いします。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com、 このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。